んだ、そういう人は。はい、次の方は音声のみだそうです。分かりました。誰だろう、誰だろう。じゃあ8人目の方お願いします。お願いします。どうもこんにちは。出たー。ほら誰だ。当たったよ。当たったじゃん。なんで、え、元気ひろままじゃないのよ。誰だ。ひろままでしょ。ひろままでしょ。久しぶり。久しぶり。久しぶり。もうね、顔と表情まで分かったよ、うちら今ので。分かった。あのね、最近私のシュガーによく登場するんだけど。知ってるよ、アンパンマンのね。アンパンマンのだから、ファンの人はみんな知ってるかなと思ったけど、いや、マジか、ウケる。まあまあ、でも、まあまあ、そうだね、すごい。そう、みんな全然、ね、全然会ってないから。そうなの。でも、こんなすごい人ばっかりの中になんで私出ていいのって感じなんだけど。なんで私出ていいのって感じだけど。ママ大丈夫、パパと仲良くやってる。パパと仲良くやってる。うんってパパが言ってる。そう、パパはねよく会うんよね、うちらね。そう、ヒロのやつ見に来たりだとか。確かにパパはよく来てくれるから。そうそうそう、大丈夫、パパのこといじめてない。また。またまた。いじめてない、いじめてない。またまた。いや結構さ、うん、なんかお父さんの方がなんかあってついてってる感じあるじゃん。あ、そうね、ママがせかせか行って。多分それすごい関西のノリなんかもしれんけど、うん、西の方のノリなんかもしれんけど、パパがなんか差し入れとか持つじゃん、持ったりとかするじゃん。そしたらもう一通りもうヒロママがブワーって喋って、なんかパパこれ出してよ早くみたいな。あ、しっかりしようかよ。いやいやいや、アイスやねんから溶けてまうで。そう早く出してって言うてる。ヒロママは本当に差し入れのセンスがいい。ヒロママとヒロパパはいつも言ってくれるわ、うん、それはもうナンバーワン。あ、そう、うん、あ、そう、あ、そう、あ、そう、サーティンとか持ってきてくれたもんね。持ってきそうね、一回ね。みんな熱いやろうから。何、なんかでもオロナミン C とかそんなしてなかった。してた、してた。それはもう有名な話。あの値段言いながら絶対渡すっていう、ね。うん、200円。安かったみたいな。言うな言うな。大好き、本当に。そいつもほっこりしてたよね、うちら。笑いながら、ほっこりしてた。最高。もう本当に面白い。うちとのママの、うん、うちとママとヒロママの大事件が本当に宇宙の中で一番の思い出で、もうめちゃくちゃ面白い。なになになに。なんで？なんうちのママめっちゃ信じてたよ。年齢ね。これも結構いろんなとこで喋ったね。そう、パンキューさんは知ってるかもしれない。もうヒロママがうちのママよりテンション高くて、もう超若くて、めちゃくちゃママはあ、うちよりも年下、いやもう元気ねって言って最高みたいな感じだった。10個も思ったっ。めっちゃ面白い話だよねこれ。伝説だよ、もう伝説の女だよ、ヒロママ。伝説の女。伝説の女。うん、いやでもなんかなんだろうな、全部の行動が本当にほっこりさせてくれるっていうか。、うん、あの嫌味がないっていうか、本当に正直もう、うん、そう、正直、うん、正直一本、うん、そう、まあサバ読んでたって言ってたけど。その横から。でもね、本当にそうなの、なんか嘘がないっていうか、思ったことを全部言ってくれるって感じ。ライブの感想とかも、ね、確かに、うん、うん、よかったよ、今日疲れてたやとか言うの普通に言ってくれるし。確かに、疲れてたでとかね。そうそうそう、その方が気が楽だったりする、やっぱり。そうね、うん、ありがたい。なんか、あれかな、なんかママだとまた他の人とは目線が違いそうだけど。そうだね。どんな印象あるんだろう、なんか覚えてることとかある？確かに、ヒロママ。ないんで覚えてること。ないんで覚えてることっていうか、うん、なんか思い出？うん、うん、チャーポンはあれ、神戸に仕事に来た時に、ね、一緒に六甲山行ったり。あ、そうなんだ。覚えてる？なんか2つにチームが分かれて地方行った中でもすごい 1,2 ぐらいで覚えてる思い出なんだけど、これチャーにとっても、うん、なんかね、あのウキとカンちゃんがペアで握手会かなんかやって、そうだ、チャーとヒロがペアだったの、はいはいはい、うん、でそれで時間が空くってなって、どうするって言って、うん、でチャーはさ家族とかおらんじゃん関西、うん、でもさ、うん、ヒロはおるからさ、うん、あ、じゃあ暇つぶそうかなって言ったら、ヒロの家族が来るって言ってくれて、そうだそうだ、いいのって言って、で神戸をね、うん、あの中華街だっけ、そう、中華街で
ちょっとお菓子とか食べてで六甲山の方まで行って景色見せてくれて、そうだ、ヒロのお家この辺やでとかなんかいろいろやってやったな、めちゃくちゃ楽しい旅してんじゃん、懐かしい、そうやわ、本当に青春以上に青春だった、やばいじゃんえ、それでいいの？それもヒロのママがギャルだからだと思う、いやもう最高、最高だったよ、最高だった、地元の友達回ってるみたいだったもん、まるでノリがいいよね、最高、ね、よかったです、もうママありがとう、いいよママもうね、いつでも喋るから後で電話でもつなぎましょう、また喋りたいね、ママありがとうね、ありがとう、またもう時間ですね、時間です、時間ですね、あら早いのね、またみんなで会おうね、あーまたね、ありがとうね、バイバイ、はい、じゃあねバイバイ、いやもうここまで来たらね顔出してほしかった、本当だ、全然出しても大丈夫、あーいやびっくり、いやほんまにありがとうございます、いやわざわざこんな素敵なナインの日という大事な会に私のお母さんをね、やっぱさ誰かのお母さん出るかななんて思ってたのよ、まさかうちやと思わんかった、でもチャーポンのママかもしんないなと思ってて、うちのお母さんは絶対そういうの出ないよ、え、出ないから、うちのママはまあまあ絶対出ないじゃん、 100% 出ないから、オファーする電話すら出ない、出ないオファーの電話すら出ないから、ね、そうそうそう、だからもう無害、そうそうで絶対出るかなとか思ったけど、そう意外とね恥ずかしがるんよ、恥ずかしがり屋なのね、無理みたいな、うん、こっちだったか、いやいやおもろかったまさかすぎた、誰が連絡取ったんだろう、次パパかな次ヒロパパ、次行ってみようか、じゃあヒロパパでも実は次が最後なんですよ、えラスト、そうなんだ、ラスト9人目はどなたでしょうか、お願いします。